これは速報ニュースです。これは QZ ニュースです。今日は日本時間8月17日です。ついた。ここまで書いて委員会によりますと、17日午前9時この大阪府吹田市の中国自動車上り線でトラックや乗車など7台から事故がありました。まだこの事故による渋滞の影響で近くで車やトラックなど4台が関係する別の玉突き事故も起き、消防によりますと合わせて15人が怪我をし、病院で手当てを受けています。ツイッター、ミキオカンによりますと、おやおや中国指導者事故で使い、ついた旧姓によりますと、中国自動車と大阪方面、山田駅付近で、トラック2台が事故で渋滞している。逆方面、中国水田料金所の手前で何台か事故でのは、この事故について、iHighway 交通情報関西によりお知らせ、再開通行止め、京都縦貫道上限線、京丹波町愛市、舞鶴大江愛市は土砂災害発生の影響により通行止め中、停滞情報自動車上り線、中国が愛市、中国水田愛市間は事故により停滞しています。ご迷惑をおかけします。当時の警察により、8月17日午前9時後の大阪、吹田市の中国自動車道の上り線で乗車やトラックの衝突事故が発生した15人が怪我をして病院に搬送された。当時の医者によりますと、事故の乗降人には、いずれも命に別状はないということです。